日本愛知県北下た郡東栄町三輪三輪は愛知県北下た郡東栄町の大技である。27の小技が設置されているが、町名は設定されていない。北下た郡三輪村のうち、1956年の合併で東栄町に編入された領域を前身とする。東栄町の南東部に位置する。東端が静岡県浜松市天竜区南端が 新城市との境界になっている。河川は大穴内全域が天竜川水系。1878年、北下良郡池場村と畑村が合併して、長岡村となる。1889年10月1日には、町村制の施行に伴い、長岡村と、金村、河合村が合併して、北下良郡三岩村が発足する。 1956年7月1日、三輪村の大技なねと大技長岡の一部が北下良郡東栄町に編入され、東栄町大技三輪となる。残りの大技河合と大技長岡の一部は南下良郡宝来町に編入され、それぞれ宝来町大技河合、大技池場となる。2015年10月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移等へ、医療センター調律小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。また、愛知県立高等学校全日制普通科に通う場合の学区は以下の通りとなる。東映駅の駅前、ありがとうございます。